ロンドンスモックとは、1952年にイギリスロンドンで発生し、1万人以上が死亡した、史上最悪規模の大気汚染による公害事件である。現代の公害運動や環境運動に大きな影響を与えた。原因は石炭による SOX などであり、日本の四日市全速と内容が共通している。大スモックの最中のロンドン市街地。 カスム・ネルソン記念場ュラロンドンは冬に濃い霧が発生することで知られているが、19世紀以降の産業革命と石炭燃料の利用により、石炭を燃やした後の煙やすすが霧に混じって地表に滞留し、スモックと呼ばれる現象を引き起こして呼吸器疾患など多くの健康被害を出していた。1950年代までの100年間に10回ほどの大きなスモックがあったが、 その中で最も健康被害が大きくなったのが1952年である。1952年12月5日から12月10日の間、高気圧がイギリス上空を覆い、上空は無風状態となり、冷たい霧がロンドンを覆った。あまりの寒さにロンドン市民は通常より多くの石炭を暖房に使った。同じ頃、ロンドンの地上交通を路面電車から ディーゼルバスに転換する事業が完了したばかりだった。こうして暖房器具や火力発電所、ディーゼル車などから発生したアリューサンガスなどの大気汚染物質は冷たい大気の層に閉じ込められ、大粒子の汚縮されて、pH2 とも言われる強酸性の高濃度の硫酸の霧を形成した。アリューサンガスのピーク濃度は、 平常時に 0.1ppm 程度だったものが 0.7ppm。遊梅人の量は平常時に0 2 m g ルだったものが1 7 m g ルを超えていた。この濃いスモックは前方が見えず運転ができないほどのものだった。特にロンドン東部の工業地帯、港湾地帯では自分の足元も見えないほどの濃さだった。 建物内にまでスモックが侵入し、コンサート会場や映画館では舞台やスクリーンが見えないとの理由で上演や上映が中止された。同様に多くの家にもスモックは侵入していた。人々は目が痛み、喉や鼻を痛め咳が止まらなくなった。大スモックの次の週までに病院では気管支援、気管支配炎、 心臓病などの重い患者が次々に運び込まれ、普段の冬より4000人も多くの人が死んだことが明らかになった。その多くは老人や子供や慢性疾患の患者であった。その後の数週間でさらに8000人が死亡し、合計死者数は1万2000人を超える大惨事となった。この衝撃的な結末は大気汚染を真剣に考え直す大きな契機になり、 スモックがすぐそこにある深刻な問題であることを全世界に知らしめた。イギリスでは多くのススを出す燃料の使用を規制し、工場などがススを含んだ肺炎を出すことを禁じる新しい基準が打ち出され、1956年と1968年の大気浄化法と1954年のロンドン司法アクト1954の制定につながった。また、 燃料も石炭から天然ガスへ転換が進んだことで大気汚染問題は徐々に改善が見られた。結果的に後の液化技術による LNG の発展にも寄与することとなる。ありがとうございます。